どうも、フィッシャーズシークです。ザカオマサイ、面接やったことありますか？全員ブレイクダンスやってますって言ったら受かったことある。すげえ。そうなんだ。君らに反抗をしてほしいの。皆さん、こんな言葉聞いたことないから、今からその受験とかさ、いろんな、職業を選ぶとかに対して、面接ってものを必ずしも皆さんね、ちょっと学ぶんですけど、そうね、圧迫面接あります。受験者をどっちかっていうと追い詰める感じの問いただし方をするわけ。その時の判断とか、そういう時に嘘つかないかとかを見てるわけよね。こんな面接があっていいんじゃないかなと。ギャッパク面接。ギャッパク？ギャッパク面接。ん？面接官に対して俺らが切れるってこと？そういうこと。あー、面接官に圧力をかけていく面接があってもいいんじゃないかなと。俺を入れろと。あなたはなんでここに入りたいんですかって言ったら、うっせボケと。そうっせボケは暴言。やばい。入りたいからここに来てんの。理由なんかいちいち聞くんじゃねえよ。てめえの方で調べとけや。それはやべえな。あなた方3人には受験者をやってもらいます。ほう。要するに圧力をかける側。いろんな質問をしますので、それに対して皆さん反抗的な態度を取りに取ってください。わかりました。はい、俺に圧力かけてね。この3人の中で誰が一番圧力をかけられたかっていうのを審査します。今から前代未聞の面接、逆圧迫面接、略してギャッパク面接をやっていきたいと思います。それではね、面接を開始していきたいと思います。次の方。お名前、出席番号、得意なことを教えてください。合格すること。お名前は合格することでいいですか？そう。合格することさんに質問です。合格することさんは、マサイで。合格することさん、マサイさん。マサイでいい。面接官はマサイ。面接官がマサイ。違う、マサイ。休日の過ごし方は何ですか？合格すること。休日に何を合格するんですか？頑張る。カムバック。カムバックはしない。カムバックはしない。カムバックはしない。得意な科目は何ですか？働くこと。じゃあ苦手な科目は何ですか？働かないこと。ああ、じゃあ働ける意思があって働かないっていうのは言語道断であるということですね。でしょ。だから合格。何か自分のアピールポイントみたいなのありますか？まずダメにならないよね。何？俺はもう合格だから。合格だからダメにならない。そう。ここだけは他の人には負けないよっていうアピールポイントは何かありますか？ひたすら合格って言い続ける。俺強いから。何が強いんですか？全部っていうのはちょっと具体的に言ってもらえると。人が全部。人が全部。人が全部。人柄全部。昨日の新聞で何か、あ、これは印象に残ったなっていうニュース何かありますか？俺新聞興味ねえからさ。じゃあネットニュースなんか見ますか？ネットニュースも見る。ネットニュースは見る。俺ニュースは興味あるから。何かじゃあその中で見た中で印象に残ってる？特にない。身長教えてください。身長なんで教えないといけないんだよ。身長が気になってしょうがないからです。なんでだよ。どんな面接官？無人島に3つまで何か持っていけるとしたら何を持ってきますか？おやつと俺と自分。人格2つあるんだよ、俺。そう。俺の方さっきから見てるんで、ちょっと自分の方に変わってもらっていいですか？人間、ネガティブとポジティブあるだろ。ありますね。俺はもうポジティブしか持ってねえから。あー、じゃあネガティブは持ってない。持ってない、捨てた。どこに？お、池。池に捨てたんですか？池に捨てた。もう何池ですか？荒川。池じゃねえじゃん。荒川にはよく行かれるんですか？よく行くよ。あ、ネガティブを捨てに、こまめに捨てに行ってるんですか？そう。あなたがこの会社に入ってこれだけは成し遂げたいって目標はありますか？え、上司倒す。上司を倒す。何で？武器で。俺の武器、歯車になって御社を支えますってよく言うじゃん。社会の歯車でいいのかなんていうセリフもありますけど、それでいいんですか？俺はぶち壊す。何を？歯車ぶち壊す。歯車ぶち壊したら歯車にならないじゃないですか。そう、ならなくていい。歯車になったら言いなりじゃねえかよ。さっき歯車になるって言ってたんですけど、ね、あ、だから一回やってぶち壊すんで。じゃあ歯車壊した先には何になるとかあるんですか？上司がいる。上司がいる。もし社長になった場合あなたどうするんですか？その場合会社操る。それは何ですか？みんなを混ぜてる。それ寝る寝る寝るね。ちげえよ。入れれば俺強いよ。じゃあ落とします。ダメだって。だから俺が強いから、はい、もう大丈夫なの。私より強い。うん。じゃあ私より何が勝ってる？力強い。そう。俺力強かったなってエピソードをちょっと1分間話してください。100キロ持ち上げた。夢の中で。まずこの拳の力。
その後、頭の中で回ってるもの、君に渡せばいいものが出来上がると思ってる。俺の下で働いてもらいたい。俺が受かったら完成。僕はちょっと力強さアピールしてくださいって言ったら、自分で100キロ持ち上げられた夢の中で、そう、夢の中でってことは力が弱いんだなと思ったんですよ。証明をお願いします、証明を。だから言ってんでしょ、俺はもう何でも何でもできるんだよ。だから納得できることがね、一個もないんですよ。象を引き連れた話でもしようか。象がいたんだよ、うん、鼻引っ張ったんだよ友達になって、うん、これをな、写真撮ってな、うん、ウェブに上げたんだよ、うん、大好評。あ、それじゃあちょっと見せてもらっていいですか。ちょっと今持ってない不適切な画像ですって消された。あ、まあ、確かにね、象の鼻引っ張っちゃあんま良くないからね。そうそうそう。でもあんま良くないことしてるってことは、うちの会社には見合ね、ちょっと入れないんじゃないですか。いや、そんなことないよ。なんでですか。そんな人、ちょっとやっぱ信用できないんで、退出お願いします。絶対合格ない。ちょっと一回出てって自分になって戻ってきてもらっていいですか。俺今だから自分だって。いや、だから今俺って言ったじゃないですか。今自分、自分、自分ですよね、今自分ですよね。うん、一回出てって俺になって戻ってきてください。仕方ねえ。うっす、俺だよもしかして嘘ですか。え、嘘じゃねえよ。で、言ったらポジティブとポジティブしかいない。ポジティブとポジティブしかいないのに、なんでネガティブが生まれるんですか、たまに。それは、そう、俺が嘘。出てけ！あはははくそまさゆくん、あんまり僕のこと説得できてなかったんで、あんまり圧迫感はなかったんですよね。なんかわけわかんないこと言ってるやつ。次の、受験者は多分僕をね、圧迫してくれると思います。次の方、暑いこれ。お名前、生年月日、特技をお話しください。あれ、歌詞届かなかった。はい、名前はザカオだ。ザカオってどうやって漢字で書くんですか。漢字書かない、カタカナだよ。座るに顔でいいですか。ザカオで、そうしましょうか。あ、じゃあそれでいい。わかりました、じゃあ、うん、ザカオは座る顔と書いてザカオで。お誕生日の方教えてもらっていいですか。6月3日だよ、6月3日。6月3日って何の日でしたっけ。唐沢俊明さんがそうだった気がするわ。唐沢俊明さんって言ったら、ウッディの声の。あ、そうなの。唐沢俊明さんについては詳しくないんですか。俺は雑魚だからな。特技を教えてください。あ、特技はブレイクダンスやってます。あー、ブレイクダンスちょっとやってみてもらっていいですか。やだよ。なんで狭いの。ブレイクダンスで、なんか受賞した賞みたいなのってありますか。あ、まあ、チョコマカあるけど。チョコマカ、チョコチョコ、じゃあチョコマカだとちっちゃい子走ってるみたいな。話変わるんですけど、SNS についてどう思いますか。いや、広いね。広い、どことでも繋がれるって意味だよ。で、うちが何の会社か知ってますか。いや、よく知らねえ。休日の過ごし方教えてください。休日は音楽聴いてます。どんなジャンルの。え、どんなジャンルの音楽。普段ラップとか聴いてますよ。くるくるくれラップ、くる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 くれラップをよく聴く。あんたはそういうの聴いてんのな。はい。じゃあ、干支の話した後に好きな単語を言ってください。ねえ、羊、み、たつ、う、まあ面接官言えんのかよ。ねえ、うしとら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い、うに。間違いだよ。何が間違いなってる。うにはねえよ。でも今は最後に僕の好きな食べ物を言っただけなんですけど。いきなり言うのはダメだよ。僕に聞きたいことないですか、逆に俺合格か。スポーツ何かやられてました。サッカーして、サッカー。サッカー部。サッカー、サッカーだよ。サッカー、サッカーっていうのがなんかあるんですか。ちげえ、サッカー新競技ですか。サッカー、サッカー好きなんですか。ねえ、サッカーで、サッカー。また言った、サッカー、サッカー。サッカーです。どこのポジションだったんですか。どこだと思う。リベロ。どこだよ。あなたはサッカー、サッカーだったらどこのポジションありますか。サッカー、サッカーだったらリベロだよ。これだけは人に勝てるっていう特技は何かありますか。ブレイクダンス以外で。これだけは絶対に負けないっていうことを指定しといて、何々以外でっていうのを指定するのは、それはちょっと違うと思うんだよね。これだけは負けないってものがあるのに、それを指定されちゃったら、それがこれだけなのにってこと。もうそもそも質問の意味が変わってくると思うんですよ。ピーマン食べれますか。ピーマン関係ねえだろ。ピーマンとパーマンどっちが飛べますか。どっちを投げたら飛べよ。はい、面接の合否はいつ。また起きたら連絡して。友達か。2人目の方結構ね、しっかりと反発するところは反発するって形だったんで、結構しかも圧迫感はあったんですよね。
僕の間違ったところをね、しっかりこうパッとね、鋭く切り込んできたんで、あれはなんかすごい正しい圧迫だったなと思います。次の方。自分のお名前と僕が今経営してる会社の名前、特技を。ペゲタと申します。で、あなたが経営してる会社はフィッシャーズでございます。特技は歌うことです。じゃあちょっと聞きたいことがいくつかありますので、それにお答えください。はい。休日は何されてますか？まあ歌の録音とかですかね。何をよく聞きますか？邦楽ですね。邦楽、あの、なんかバーダックみたいな、悟空のお父さんみたいな、バーダックみたいな。聞こえてます？もっとあなたにこうね、フォーカスを当てたことを聞きたいなと思うんですけど。はい。身長は177センチですね。で、全長は何ですか、それは。髪をセットしたら、その場合、全長はどのくらい伸びるのかな。いや、それ測ったことないですよ。座右の銘は？座右の銘なんか決めたことも、決められたこともないですよ。まあ、じゃあ座右の銘決めますね、今から。いや、なんで勝手に決めるんですか、もう。泥団子は、磨けば磨くほど光る。いや、もう失礼ですね。人に使っちゃいけないと思うんですよね。はい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 。人間は泥団子です。そもそも人のことを下に見るのが良くないと思うんですよ。わかりました。じゃあ、座右の銘はお邪魔女ドレミだったら音符ちゃんが好きでいいですか？お邪魔女ドレミに関しては価値観的なのは大丈夫そうですか？まあそれに関しては別にどっちも決定です。まあなんか音符ちゃんが好きということで。じゃあ、あなたおかしいですよ、そもそもが。でも僕は自分のホームページのところに書いてるんですけど、少々社長の頭がよろしくないですって。それは読まれました？いや、僕は読んだはずなんですけど。読んだはずだったらわかるじゃないですか。この変な形、すごい困るですよね。今僕の会社なわけなんですけど、はい、じゃああなたのここに属してくださいねっていうのは決めちゃダメですか？まあ、それはいいんじゃないですかね。そのなんか人には人の適材適所もあるし。音符ちゃん部署ってのがあります。ここにですか？あります。ちなみに泥団子部署ってのもあります。泥団子をみんなで作るっていう、うん、で、YouTube に動画出すっていう部署がある。オタクの会社なんでね。はい。まあ、文句はないですけど。ああ、そうです。音符ちゃん部署で何がしたいか。音符ちゃん部署だけですよ。限定です。音符ちゃん部署以外はもうないです。入るとしたら。ないんですか？音符ちゃん部署で決定です。でも音符ちゃん部署がどういう仕事内容なのか僕あんまり分かってない。音符ちゃん部署は、みんな紫色の服着ます。テンションは上げないでいいです。うん。クールに働いてもらいたい。で、できれば途中から入っていただきたい。途中から？はい、最初3人なんで。まあ、そうちゃそうっすね。あなたが音符ちゃん部署に入るんだったら、音符ちゃん部署に途中から入ってくるエースなんで、一番音符ちゃんなんですよね。音符ちゃんもそもそもお邪魔女ドレミの3人の中に入ってきたじゃないですか。うん。で、あなたが音符ちゃん、真の音符ちゃんになってもらって、音符ちゃん部署をそのまま卒業してもらいたい。卒業後どうなるんですか？泥団子の部署に行きます。この会社に入って何か成し遂げたいなっていう野望は何かあります？まあ、自分のできることを全うすると言いますか、音符ちゃん。学生の時に、はい、得意だった科目は英語ですかね。あ、英語なんですね。仕事のたまに休日でみんなで集まってやるんですけど、サッカーなんですけど、サッカーチーム入りますか？まあ、楽しそうだったら。あ、わかりました。じゃあ一回見学に来るって感じで。まあ、そうですね。うん。まあ、行かしてもらえるんであれば。ああ。うちちょっと変わってて、ドイツ代表のオリバー・カーンっていう元々のゴールキーパーいるんですけど、それ間違えてフォワードに置いちゃったんですよ。その方がいいならいいんじゃないですかね。ゴールキーパーお願いしていいですか？そんなに上手くないとは思いますけどね。サッカーのじゃあコートネームみたいなのつけたいんですけど、なんか希望があれば。コートネーム希望は別にないんですけど。じゃあ音符ちゃんでいいですか？音符ちゃんかい。なんか集中力がなくなってきたんですか、面接の。特殊な人だったんで、ちょっとついてくので精一杯ですね。そうか、結構うちの社員みんなこんな感じなんですけど大丈夫ですか？社員さんもそんな感じなんですか？社員さんみんなやばいですね。みんな口開いたらもうパパ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 言ってます。それはもうやばいですね。じゃあ僕もそれ言うことになるんですかね？います、絶対います。じゃあ練習しておきます。お願いします。どうも、ありがとうございました。はい。パパ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 。はい、ということでね、3人目の演説が終了しました。3人目は結構ね、ドライな圧迫の仕方だったね。俺実際ああいうタイプが一番、まあどっちかというと嫌ですね。
はい、それではね、面接が終了しましたので受験者たちに入っていただきましょう。どうぞどうぞ、皆さんどうぞどうぞ。面接官に対して逆に圧迫するっていうのどうでした？自我を失ったよね。なんか圧迫以前にさ、なんか相手が何言ってるか分かんないな。これから仕事やっていく上ではパパパパパパパって言わないと仕事できないから採用できないって言われて、俺パパ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 言いながら部屋出てた。言いなりじゃん。そここそなんか言うべきなんじゃない？逆圧迫なんで、うん、そこは詰めないと。いや知らんわ。ずっと意味わかんなかったでしょ。キモかった。まずこの中で一番僕に圧力をかけた人間を紹介いたします。もう誰だ？一番圧力かけたのはペケタンです。おお、ペケなんだ。そのまたギャップです。もうなんかわかんない。どこが一番面白かった？もう音符ちゃん部署ってね。何これ。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、あ